飯島本源寺物語は、源氏物語の写本である。五十四条の揃い本である。そのうち二十五条ほどの本文が別本であるとされ、その他に、青表紙本や河内本の本文を持つとされる条がある。取り合わせ本である。むね室町時代の書写と見られる。古筆鑑定では、冷静ためはの書写とされている。大正、昭和、平成期に書家、 古筆研究家として活動した、飯島春景から1996年が、時期は不明であるが入手し、当時、源氏物語の学術的な広本を作成していた池田機関に提供したことにより、写本記号、メッシ、飯島春景資造本として、後位源氏物語に、いくつかの巻が対抗本に採用されており、同書の研究編の重要書本の解説及び、これを受け継いだ、 大津祐一による、源氏物語辞典の初本会題には、うつせみ巻きの実が取り上げられている。その後、長く詳細な調査をされることもなく、東京国立博物館に帰宅されていた。2005年に池田和臣が、飯島春慶が設立した、社団法人書芸文化委員主催の平安書道、研究会の講師を務めることになった際、 飯島春景の後を継いで諸芸文化院の理事長となった飯島春景の長女飯島春美との会話の中で飯島家が所蔵する源氏物語の写本は54条が揃った一組のみでありそれは東京国立博物館に預けたままになっていて全体を詳しく調査したことはないというこれまで知られていた源氏物語体制などから得られる内容とは大きく 異なる情報を得たため、改めて調査することになった。2008年7月、現氏物語千年記の中で、その存在が公開され、前後して、その存在が明らかになった大沢本などとともに、マスコミに取り上げられて話題になった。現在は、諸芸文化院が管理する、春景記念書道文庫で保管されている。25条ほどの本文が別本であるとされ、その他に、 青表紙本や河内本の本文を持つとされる条がある、取り合わせ本である。高位源氏物語では、青表紙本として、須磨一条が、河内本として、初音一条が、別本としてうつせみ、横笛、幻、に大うや、郊外の五条がそれぞれ対抗本に採用されている。源氏物語体制研究編の重要書本の解説及び、これを受け継いだ、 大津雄一による、現氏物語辞典の、初本海題では、うつせみ一条のみが、飯島春景氏造本うつせみ巻きとして、取り上げられている。2008年12月から2009年11月に、かけて、笠間書院から池田和臣の編、解説による、英遠本が出版された。ありがとうございます。